はっきり言わせてもらいます、はいはい、人気の学部の出願数は増えるでしょうね。増えるですね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの矢田です。こんにちは。さあ本日はですね、関西大学の全学部日程が増えることによって、はいはい、果たして何か変わる部分があるのかというふうなことをテーマにね話していきたいと思います、はい、関西大学が今年からその入試の日程全部の日程が大きく変わるというよりかは、今まで学部個別やったところが全学部日程みたいなのに変わって、うん、計6回1から3と厳密に言うと4もあるんやけど、4はまあ、結構マイナーなんで置いといて、567と123567で全学部を全部受けれるようになったっていう風なところの変更が起きて、まあ、それによって何が変わるのかっていう風なところの話を簡単にさせてもらった後に、概要的なところですね、概要話した後に僕と矢沢先生の意見というか、うんうんうん、こういう風になるのではないかとかっていうね推察も含めて話せたらなという風に思います、はい、まずはじゃあ簡単に概要の説明からいかしてもらうと、はい、まあ、言ったみたいに1から3と、まあ、4も実際あるけど、そんなにそのたくさんの学部を受けれるわけじゃないので一旦置いといて567、ね、ここで全学部日程が受けれるんだというふうなところになるんですけど、概要って言って一番なんかみんなが知っといてや、まあ、そのホームページ見たら知ってると思うんだけど、分かっといてほしいのは1から3が記述あり、うん、567が、記述なし、オールマーク式ですね。だからオールマークの日が1日増えたっていう風な感覚なんですよ、うんうん、であとは同じ学部で、ね、計6回受けれるようになったんで、まあ、その自分の行きたい学部をより出願しやすくなったりだとか自由度が上がったよねっていう風なところが一つの概要かなと、うん、なんか対策せなあかんことが変わるとかそんなんは全くないんで、傾向は今のところ変わらんという風な予測なんで、変わる可能性も全然あるんだよ、あるんやけど、今までも別に記述もちゃんと出してきてくれてたし、ちゃんと1から3はもう記述問題出しますよって言ってくれてるから、何かしらその例えばめっちゃ大きい変化、急に新しい題目1個追加されるとか、うん、急に漢文が出てくるみたいな大きい変化って起こるんかな、どうなんかなっていうところはあまり起こらないだろうと、今までの傾向通りで記述のない日が1日増えたというふうなところが、うん、まあ、簡単な概要です、うん、そういうふうな変化が起きた中で、じゃあ一体どんなふうなことが起こりうるのかっていうふうなところで、まず僕から話したいのは出願の話と、あとはちょっと難易度的なところの話したきたくて、うんうん、まず一つ目の出願のところに関しては、今までやったらもうこの日はこの学部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 みたいな、特に1から6、2月1日か2月6日学部個別にってやったんで、まあ、その中から自分が受かりやすいところをこう選んだりする、言うてみれば出願カレンダーを作るときってなんかパズルみたいにはめ込んでいけばよかったのがなくなるんですよね、うんうん、だから自由度が高まったがゆえに、ちょっとこうどういう風な出願の詰め方でいくのか、例えばメインキャンパスで受かりやすいところをここ自分の行きたい一番行きたいメインキャンパスの難しい学部をここ、うん、でメインキャンパス外して受かりやすいところをこことか、関大とかやったらね、別にマーチとかももちろんそうなんだけど、関大とかやったらまあそういうのがあり得るじゃないですか。だからなんか結構そこの出願に関しては自由度が高まったがゆえにはめ込み方が難しくなったなという風なところ、だからまあちょっと予測しにくい、ここの部分が例えば同志社の小学部と関大の小学部が被ってるからここはいけるんじゃないかとか、だからそういうのがなくなっちゃったんでね、だからちょっと戦略立てるのが難しくなったっていうのが1点。2点目はその難易度のところで、今僕が言ったみたいに、例えば経済学部目指してますで、関学の経済と関大の経済が被ってる日で、関学第一望の人がじゃあそこを受けると、うん、だから関大の経済のこの日は関学第一望の人が受けに来ないのではないかみたいな、うん、ってことはここの日って経済学部受かりやすいんちゃうかみたいな、そういう関大よりももう一個上のランクの大学で同じ学部の入試が行われてる日は関大のその日がちょっと点数下がるみたいな、うん、みたいな傾向を今まで僕らも見ながら出願戦略組んできてたんですよね。だからそこの難易度が下がるだろうという想定があったんですけど、今年からはね、関大がもうどの日程でもどの学部でも自分が受けたいところを受けれてもらうがゆえに、そういうのを外せて受けれるんですよ。だからその例えばこの日別に経済受けんでもいいわみたいなのができちゃうんで、かなりねそこの恩恵がなくなることを考えると、ちょっとだけ人気学部に関しては難易度が上がるのではないかと、合格最低点が上がったりする可能性もこの入試の日程変更によってありえるんじゃないかなというふうに考えてます、うん、だからできる限り同志社が例えば経済学部ある日は、まあ、それでもやっぱり関大の経済受ける子は減るから、この日はじゃあかぶせとこうとか、うん、そういう難易度の変更とか難易度の変化とか、その入試日程のかぶり方とかを見ながら出願を考えることもそうだし、難易度の変化を予測することもしっかり意識はした方がいいかなっていう風なところは思ってますね。だから入試難易度は下がることはないかなと、うん、まあ現状維持もしくはちょっと上がるぐらいになってしまうんじゃないかっていうのを僕は予測してます、うん、はい、
日澤先生はどうですか、何か。これはね、はい、もうあくまで予想ですよ、はい、蓋開けてみないとわからないですけど、うん、でも人間心理的にこうなるだろうという話を僕はします、うん、で、はい、多分この動画の再生回数は3000ぐらいだと思うんで、関大の受験者総数と比べたらビビたるもんなんで、これで多少出願の状況は変わるかもしれませんが、大きくは変わらないと思うんで、はっきり言わせてもらいます、はいはい、受けれる回数が増えるんですよね。自分の志望している学部が例えば関西大学の外国語学部だった時、合計マックス6回受けれるんですよ、はい、うん、でこれまでは全学部日程2回と個別の日程2回の計4回だったんですよね、はい、それが6回受けれるっていうことで起こってくるのは、人気の学部の出願数は増えるでしょうね。増えるですね、間違いなく、ね、だから上位3学部ぐらい、特に外国語学部とか社会学部とか政策創造どうなるかなぐらいやけど、うん、この3学部は僕は増えると思います、うん、はい、でそれはね、結構わがまま言えるタイプの子ですよ。ちゃんと勉強できていて、これまでしたという自信もあって、うん、ここに出願します、で受かる可能性を最大限引き出すために全部この学部で出願しますっていう子ね、多くはないですけど、特に調べてない子とかだったらそういう風に出願する傾向にあるので、そういう子は増えるだろうなと言ってす。でもう一パターンが、何としても関大に行きたいから、キャンパス問わず一番低いところに出したい、うん、で固めてくるパターンの子、うん、だから一番下も僕、例年より上がると思うんですよ、うん、だからどこが上がるかって、僕総合情報上がると思うんですよ。総合情報上がると思います、はい、総合情報上がるんですね。でもう一パターンいて、うん、もう一パターンは関大行きたいけどどうしても千里山がいいっていうパターン、うん、だから千里山の一番下の方、昔で言えば法とか経済、うんうん、でも経済も最近そうじゃなくなってきたから、ね、はい、文のある特定の学科とか法とかになってくるのかな、うん、が増えるということはですよ、それ以外の学部は減ると思うんですよ、うんうん、だから千里山の中位の学部とスポケンとか、そうだな、社会安全とかは僕はやや下がるんじゃないかなと思ってます。どうでしょう。でただ合格最低点がそれによって今のに左右されて一気にひっくり返るかっていうことはないと思います、うん、合格最低点が大幅に変わることはないと思うけど、倍率としてはそういう形で変化するんじゃないかなと見ています、はい、変化としてはそんなとこかな、おそらく、うん、はい、結構人気の外国語、特に社学、うん、政策か、まあ小、まあ最近の合格点見てたら政策かな、うんうん、政策とかはその倍率が上がると伴って、うん、合格されててもちょびっと上がっても不思議じゃないですよね、うん、チャンスが増えて、うん、まあ、たくさん受けやすくなったっていう風なところで、うんうん、さっき矢田先生が言ってくれたみたいに、総合情報とかのもうかなり何としてもちょっと渋い戦いになるけど引っかかりたいみたいな感じになるから、うん、総合情報とか倍率上がっても合格最低点が目覚ましく上がることはね、ないと思う、ね、一時期の2、3年前の社会安全みたいに、うん、急に倍率12倍になって合格最低点も千里山に並ぶぐらいまで上がってきたみたいな現象はあんまり起こらんのちゃうかなとは僕も見てます、うん、はい、なんで、まあ、今言ったことを、ね、参考にしながら出願を考えることもそうだし、まあ、何より、ね、その入試の対策をしていく中でしっかり記述のところで点数が取れるところが他の人と差をつけれるところですから、2月1から3でしっかり決めに行くみたいな意識も持っといてほしいなというふうに思います。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。現在学び図では高3期卒生向けに志望校だけの対策ができる入試直前パックを開催しています。詳細は動画の概要欄に URL を貼っているので、ぜひそちらからご覧ください。